こちら西内貴海29歳対して30歳松本篤人の一戦です。中村さん、松本がクラッシュ初出場なんですが、アマチュアの大会トーナメントで数々の実績のあるファイターですね。そうですね、まあ、これだけアマチュアの大会でこう実績残して、はい、デビューするっていうことはやっぱそれだけ確かな実力が、まあ、あると思いますし、まあ、年齢的には、ね、こう 若い選手はないんですけど、はい、まあ、そういったこうしっかりキャリアがと実績がある選手がまたこうクラッシュに来たなというような印象ですね。そうですね、 J ネットワーク雷門シュートボクシングのアマチュア大会で実績があるんですが、プロでは2勝1敗白星一つ先行、赤いグローブです松本。対して青いグローブの西内なんですが、こちらは元チームドラゴン、ね、現在聖堂会館ということですね、はい、まあ、こう活動の拠点を、まあ、移して、はい、まあ、そして、まあ、クラッシュのリングにただこう久しぶりに戻ってきたと、はいはい、そういった中での試合なんで、まあ、お互い、ここでどんなインパクトを残せるかっていうのもまあ試されるまた試合になったのかなと思いますね。これしかし今波に乗っているのは松本の方でしょうかね。そうですね、まあ自分のやりたいように戦っているというか、まあ、一発一発がこうすごくこう重いっていうタイプじゃないと思うんですけど、逆にその分こういろんな、はい、当たる攻撃とか手数は、まあ、たくさん出して、はい、それでこうどんどん乗ってくる感じじゃないですかね、はい、ロングリーチ遠い距離からこうして一気に入ってきます松本。ここで突き放す、自ら突き放して相手の動きもよく見て蹴りから右へとつなげていきます。さて小比類巻選手、はい、この戦いどんな2人どんな風に分析されているんでしょうか。松本選手どちらかというともうプレッシャーかけてどんどん前に出るタイプですよね、はい、で、まあ、西内選手それに対して、まあ、手数を当てていく選手なんですけども、はい、うん、一つ右がありましたね。西内のフック系のパンチ、ここもそうですが、リーチとリーチ同じタイミングで放つと小比類巻選手やや松本なんでしょうか。あ、そうですね、リーチは松本選手があるんですけど、はい、まあ、松本選手絶対下がらないスタイルなので、はい、これをどう西内選手が攻略していくかですね。これアドバイスがあるとしたら何でしょう。やはり先に攻撃をして、うん、で最後も自分が終わるっていう、はい、あと下がらない選手なのでどんどん前にプレッシャーかけていって、はい、プッシュかけていって、はい、うん、で手数を出すということですね。さあそれを遂行できるかどうか、ローキックの西内です。西内は1勝5敗 1KO 勝ち、なかなか白星につながらないんですが毎回激闘を見せてくれます。やっぱ西内選手こう止まって攻撃受けたってディフェンスしたりするんで、あんなとこ松本選手みたいにどんどん手数出してるんで、はい、やっぱどっかでパンチとか当たっちゃいますよね。その意を決したかのような表情です。青コーナー青いグローブの西内貴海、中央から押してローキック、左のパンチは赤いグローブの松本篤人。松本はパンチからローキックという流れがあります。二人ともそうでしょうかね。まあ、松本選手こうやっぱ自分のこう特徴とか、はい、特性みたいなやつを分かって戦ってる感じしますよね、こう前に出て手数増やして、はい、それでこうベース取るっていうのはすごくこう、はい、その辺の試合の組み立て方とかが上手いなと思います、ね。そうですね、自分の戦い方を見せることができればという、はい、そんな雰囲気をまとっています。ここはダウンではありません。バックスピンキックなんとかしたいという気持ちの表れか西内。やはりこのラウンドも小比類巻選手、これ流れは松本ですか。そうですね、やっぱりレベルが上がってくると、はい、相手をどう倒していけばいいのかっていうのはだんだん分かってくるんですよね。で例えば相手が嫌がる攻撃は何かとかっていうのは見えてくるんですけど、まあ、そこをどう戦うかっていうよりも、はい、自分の動きを一生懸命しようっていう風な戦い方になっちゃうと、
雑になって倒しきれなかったりとか、はい、ポイントの取り方が分からなくなったりとかするの でまずは相手を見て、はい、どこから狙っていけばいいのかっていうのを、はい、しっかりと把握を1ラウンド目にして、はい、で2、3倒しにかかるっていうスタイルをしていければ一番いいですよね、はい、右ストレート振り下ろし、さらに膝右渡るアッパーもいい。中村さん、また乗ってきましたね、はい、松本。そうですね、西尾選手もこう、まあ、距離取ろうとしているんですけど、まあ、そこの間にこうアッパーとか、あと距離詰まった時の膝とか、はい、まあ、そういった攻撃が松本選手、まあ、あのホイルマーク選手言われたみたいにうまくこう西尾選手の動きに合わせてどんどん当たる攻撃出していってるなって感じですよね、はい、で松本選手はおそらくあのパンチの方が得意だと思うんですよね、はい、こういう下からのアッパーとか、はい、なので、西口選手は逆にパンチで攻めるのではなく、はい、蹴りで勝負かけるとか、はい、うん、あ、今もアッパーロングレンジです。一発でというよりはもうこうしてパンチは手数でということなんでしょうかね、松本。そうですね、松本選手はあのプレッシャーかけられているので、はい、うん、パンチを攻めて手数を出して、うん、いいんじゃないですかね。今も拳を回してこうやって下がってくれますよね、西口選手が、はい、右ストレート今前に来たんですが、そこにワンツー、ミドルキックも忘れません松本。中村さん、西内はちょっと苦しくなりましたか。そうですね、ちょっとあのこのラウンドが大事かなと思ったんですけど、逆に松本選手の方がペースをより上げてきたラウンドになってしまったというか、西内選手からするとそういった展開になってきましたね。パンチでは自分なんだというところを松本が見せつけたかのようです。第2ラウンド終了です。さあこちらは鼻血を見て目の周りもだいぶ腫れています。西内隆海、西内サイドを改めて小平幕選手、はい、どんな風にご覧になりますか。はい、西内選手が、どう崩していけばいいかというと、はい、やっぱり右のローキックですよね。右ロー、うん、右のローを当てていった当てていくことによって、まあ、松本選手効かせていけると思うので、そこから突破口が見つかると思うんですけどね。それだけの重みのある攻撃、これまでのキャリアに反映させてきた西内なんですが、さあ松本の方は中村さん、これいい意味でこれ顔に怪我も大きいものはなく、はい、なんかすごく落ち着いて、セコンドの言うこと聞いてたなっていうのも感じましたね。あのそうですね、計量の時にも松本選手、まあ、あのまあ、お仕事があってなんかスーツでー、はい、ビシッと決めて、はい、なんかそう大人な感じが、はい、あ、今のこうインターバルのこうやりとり見ててもなんかそういうのを感じましたね、はい、冷静なんだなというところありますけれども、はい、飛び膝から右フック、ゴングが鳴れば攻撃の回転数さらに増やしてきます。さあ西内も出てきた、小平幕選手、西内も勝負をかけてきたようですね、はい、西内選手気持ちもすごくいいんですよね、前に出て、ただあの、うん、そうですね、ちょっと無駄が多かったかなっていうところあるので、そうですか、うん、そこをどこをどう狙っていくのかという、はい、目標が定まってないかったですよね、はい、だから今このラウンドもう気持ちで出るしかないので、どんどん前に、はい、うん、出ていけばいいと思いますね。今のローなんていいですよね、ローキック、それでもローを返す松本、あれにつながるような攻撃ができたらいいなというか、ああいうそれにつながるコンビネーションとかがどんどん出てくるといいのかなと思うんですけど、そこまでがこういかない感じですよね。確かにそうですね。あ、松本の方がパンチ、さらに右ロー、ローキックで一瞬突破口が見えかけた西内なんですが、ここはパンチの打ち合いとなっています。あと結構西内選手ガードパンチ打つ時、逆の手のガードもこう低いんで、はい、こう打ち合った時とか逆にもらっちゃうんじゃないですかね、松本が。そうですね、そこに合わせてくるようですね、リーチでいうと松本ガードが下がったポイント、しっかりと穴をついてきます。小平幕選手、時間が少なくなってまいりましたね。そうですね、もう半分切りましたね、西内に残された時間が少ないと見ていいんでしょうか。そうですね、それでもなんとか必死に打ち合いをという西内なんですが、突き放してその後外からの右松本、うん、まあ、狙いが定まってないので、はい、もうとにかく気持ちと根性で押し切るしかないという、そういうスタイルでもういってますよね、西内選手は。
しかしそれでもこの段階で狙いが見えないというところはこれ厳しいですね。ああ今もう体の軸がぶれるようになりました西内。そうですね、重心がちょっと浮いちゃってますよね。そこから膝へという気持ちも伝わってきます。今も前進、それでも右アッパー、松本のパンチ終始冴えを見せています。やはりまたここも中村さんご指摘の落ち着きがあってというところ崩しませんね、はい、まあ逆にあの松本選手はこう自分がこれやれば攻撃が当たるっていうのをまあ分かって戦ってる、そういう戦況見ながら戦ってるんじゃないですかね、はい、もうしっかり届きますからね、はい、ここも最後も押してバックブローまで、ここで試合終了です。攻撃を続けました赤コーナーの松本、西内がなんとか光を見出そうという展開でした。松本選手は膝があったらもっと怖かったですよね。膝ですか、やはりそれがあるともっともっと相手が嫌がってくるということですか。そうですね、あの倒しにつながってきますよね、はい、ちょっとふらつきながら西内中央にやってまいりました。さあ判定、ジャッジしてみたら30対28、2ポイント差、松本。ジャッジ三浦、30対27、3ポイント差、松本。3人目も3ポイント差です。判定は3対0、松本篤人の勝利です。